ございます。私はもっと早く起きて準備をする予定だったんですが、なんだかなんだか先ほど起きまして、結構やばい状況です。全然寝てなくて眠い。4時間くらいしか寝てない。早起きでごめんね。なんか最近マジ夜中が寝るのが遅すぎて、4時くらいまで起きてた気するわ。おはようございます。もう気づいたら毎日3時以降になってる。やばいよね。ちょっとおはよう。もうお腹すきすぎて夜中に寝れなくて、ってことで今日はオイコスのブルーベリーとバナナを食べます。オイコス久しぶりに食べる。その前にさゆじゃないです、水をいっぱい。ちょっと電車の時間遅らせたいな。あ、今朝遅らせても。はい、これを遅らせたらもうダメなので、冬くらいにオイコスの賞味期限全部切らしてた。これは大丈夫ギリ。今日さ外食をしようと思うの、お昼にね。何がいいと思う？美容院やで今日。ちょっとゆっくりできるとこがいい。でも全然チェーン店とかでもいい。いや、めっちゃそば食べたかったの。そばにしようかな。やっぱ太りにくいからそばにしようかな。ラーメンは食べません。食べたいけど食べません。でもなんかあんま蕎麦屋さんを街中で見たことがなくて。でも富士蕎麦行ったことないの。ネオンキッズであんだけ言っときながら富士蕎麦に行ったことがなくて、吉川さんも富士蕎麦飲みしてたから富士蕎麦行ってみようかなとか思ったりしたけど。梅雨入りなってもうすぐじゃん。やばいね。どうしようかなって。富士そばってカレー美味しいんだよね。食べたい。この前しゃぶ用に行ってカレーが美味しすぎてさ、普通にカレー食べちゃったんだけど。本当はなんか
天ぷらとか食べたくなっちゃうけど。迷ったらもう全然サブウェイとかでもいい、お腹膨れれば。お腹すいた、よかった。もう夜中からお腹すきすぎて。うん、うどんはあんまよくない。やっぱ消化にはいいけど小麦だからダメかしら。夜中食べなかった。マジで耐えた、マジで耐えた。これ食べたらもう終わりだと思って。今でも結構ストレス状態まで来てるから、このダイエット期間が。結構来てる今。お昼がっつり食べるくらいは本当に変わらんのよ。からまあ気持ちいいよね。頑張る、あと2日だから頑張る。2日やばい。ファミレスでゆっくり食べてもいいかなって思ってるけど、ファミレス行かない。一人で、私大体一人で行くわ。スタバしかないから、スタバか一蘭。一人で行ったことないファミレス。ないかも。わ、ロイホ好きだけどな。一回しか行ったことないけどロイホが好きです。私高いけど。あ、マックはね、だいたいそのウーバーか持ち帰りかな。うわ、ビアガーデンとか行きた。なんか私 YouTube で絶対その食べ物食べてる人を見るんですけど、昨日はその女の子の日のなんか暴食みたいなのを見てて、え、私もなんかその卒業公演終わった後の暴食動画撮って自己満で撮ってみたいなって思った。どんだけ食べれるんだろうって。どんだけ食べれるんだろうと思って。それを見てお腹空いちゃうの。みんなお腹変な当たり前やん。うん、クリスプサラダ美味しいよね。大好き私も。ニキビ減ってきてよかった。
月曜日から天気悪くなるって嫌だね。いや、夜は頑張ってね、ショールームやれるようにするわ。できるだけ。でもそんなね、長くできないと思う。あれです。でもオンさんが出るって言ってて、千秋さんの配信 YouTube 生配信に出ます。急に急に出ます。そう、あの、私自身も出るのは昨日昨日知ったの。知らなくて、あの、千代さんのそのツイッターで告知してるの見て、これ誰が出るんだろうと思って、そしたら自分だったがっつり自分だった。そう、えと思って、うっす、決まってたみたいです知らなかった。でも、もう明日しかちゃんと寝る時間ちゃんとない、ちゃんと明日しかですもう明日ちゃんと寝ないと卒業公演の本番はもう緊張して寝れなさそうだから、明日ちょっと遅くまで寝ます。なんか私緊張して寝れないかも今日から。もう今日はさすがに寝る。その29日はちょっと事務所で配信するので23時くらいまで撮りました、あの個室を。なので23時終わったら帰るけど、23時まで撮ったんで、それまでショールームしましょう。あ、そう、いいマイクがあるところで、私汚くしごめん。やったことない、あれ。見て、こんないいケースに入ってそうな化粧品、金ピカじゃないですか。買いました。こちらが高かったお化粧品です。マジで
これ塗ると毛穴どこみたいになる。こっちですごい。この子なでも店員さんと話して何色が似合うかとか相談して、きめ細かい、きめ細かいな。座って相談聞いてくださって試させてくれるんです。高いお化粧品はね、そうなの。リップも買ったんだけど、リップも上で 3,4 色試させていただけて、でもね、そう、銀座の三越に行ったの。緊張、銀座じゃないわ、日本橋だ、日本橋三越に行ったの、一人で。緊張、緊張した。緊張するマジで。高いもの最近買ってしまったので、大事に扱っていきたい。うまっ、これできない。私もごめんなさい、もう時間なさすぎるから、もう本当にナチュラルに化粧だけしていこう。ショールームを40分には終わりたい。
ちょっと今日オレンジメイクに、ごめんなさい声でかく、オレンジメイクにしてみようかな。最近ずっとピンクだったんで、多分変えるとまたガラッガラッガラッと衣装が変わると思うんです。夏っぽい服着るからさ、キョッキョッキョ。なんかずっと鼻声だよね私も。言っても言っても、でもオレンジになると結構大人っぽく見えるんじゃないかな。ディオールこれ発色めっちゃいい。これもうどっちかというとアイドルしてるとピンクの方がしっくりきちゃって、ここ何日か何ヶ月くらいはもうずっとピンクメイクしてた。だから今日はちょっとオレンジメイクでいきますね。上着いるかな。いるね。普通にお店の中とか冷房効いてて寒いもんね。やばい、ネイルのさパーツがめっちゃ引っかかるの。服にニット生地にめっちゃ引っかかって引っかいちゃう。どう？オレンジ。あんまなんかね、最近してなかったから。
ラキラ、でも多分2、3年前もずっとオレンジメイクしてたんで、ずっとオレンジが似合うと思ってたんです。ピンクはもう似合わないと思ってピンクを捨てた時期がありまして、ピンクっていうかそう赤とか、自分はオレンジが、まあオレンジが流行ったっていうのもあるんだけど、自分はオレンジが似合うもんだと思ってたんで、どうなの化粧品変えるとでも印象とかだいぶ変わるよね。うん、流行り、でも最近じゃない、半年前くらいピンクをまた始めた気がする。夏はこのリップ使ってた気するもん。ちょっとツヤが欲しいからちょっとグロスを足してみる。教室に行くのでストレートで行きます。そう、アイシャドウにピンク入れてないだけ多分全然違うと思う。バナナ食べたい、バナナが食べたい、うん、長すぎすぎておかしくなる。でも今日日曜日だから街中混んでそうだね。涙出てくる。なんかってないのかな。確かに晴れの美容室久しぶりかも。いつも雨だった。どう、ちょっと大人っぽい。違うよね、やっぱ。
なんかね、引き締まって見えるかも。じゃん。ささささっと化粧をやってみて終えたよ。これでカラコン入れたら結構夏女っぽくて可愛いと思うけど。あとは髪の毛をやらないと。あと5分、ギリ。あと2日ってほんとやばいね。そういう声もあと2日だよ。さあ、みんなはオレンジメイクとピンクメイクどっちが好きかな。2日やばいね。結構実感ないかも。じゃあやってもらおうかな。いける、修復可能ならやってもらおうかな。ちょっと気になりすぎる。これ近すぎて逆に実感がないかも。本当実感湧きまくってる。だから昨日みたいにその卒業ソング歌うカラオケとかするとマジでもうダメだね。2日前っていう実感はないかも。卒業が近づいてきてるのは分かるんだけど。いや、あなたがいてくれたからやばいね、本当に。でもあれは本当泣きに行く曲だからな。あれ光るの歌ってたよね。
やばい、38分。バナナ食べたい。最近ほんと朝が間に合わない。まあでも美容室だから髪の毛はもうボサボサでもいいんですもん。けど一応ね、街中を歩くから。よし、いけた。色全然違う、地毛とほら、ちょっと茶色い地毛が、紫みがない。で、そんな中私は今ちょっとバナナを食べます。食べながら読めないから食べてから読む。ね、バナナってめっちゃいいんだよね朝。甘い。だってめっちゃゴジするもんバナナ。もうぐちゃぐちゃちゃうってくらいゴジする。うん、こんくらいは美味しいよね。バナナってめっちゃいい食べ物じゃない？そんなこと言ったら。でもここ1ヶ月2ヶ月くらいバナナ結構食べてる。間に合う。
よし、ランキング読めます。13位 AKB48050522 アットマークサイさん、12位ひろのりさん、11位 YK さん、10位斉藤アットマークマヨネーズのケチャッピルさん、9位コバアットマークウーマニューナさん、8位ゆうきさん、7位アッシャアットマーク一味さん、6位ゆうじさん、5位マサさん、4位フックさん、3位馬のしっぽさん、2位エビ玉さん、1位りょうりょうさんです。ありがとうございました。では夜はできたらしたいと思います。ちょっと何時になるかわからないですけど、それでは行ってきます。今日も暑いみたいなので皆さん気をつけてください。バイバーイ。